私の名前は静香。貧乏な家に生まれ、母と姉によってヤクザの猫岡組に売られてしまった。借金の方にされると思いきや、なんと若頭の明さんと結婚することになり、今は幸せな生活を送っている。そんなある日のこと。兄貴、大変っす。あ、どうした。うちが経営してるクラブ猫岡で風が大流行して、スタッフが足りないらしいんすよ。今日はイベントもあってお客さんいっぱい来る予定なのにって店長が困ってて。それはまずいな。あ、アキラさんが困ってる。あの、もし私にできることがあればぜひお手伝いさせてください。気持ちはありがたいが、今回ばかりはお前にできることはねえんだ。クラブ猫岡はホストクラブだからな。必要なのは顔が良くて喋れる男だ。そうですか。ん？でしたらアキラさんとマサさんがお手伝いに行くのはどうですか？俺たちが？はい。俺がホストなんてできるわけねえだろ。どうしてですか？かっこいい男性のスタッフが必要なのでしたら、アキラさんもマサさんもぴったりです。おお。かっこいい。おお、俺は、まあそこまで言うならやってやってもいいかな。ほら、なんつーの、俺ってやっぱイケメンだし。なあ、何言ってんだてめえ。やりましょうよ兄貴。兄貴なんてハイパーミラクルスーパーイケメンなんすから、俺よりもっと向いてるっすよ。ホストはそんな甘い世界じゃねえ。だいたい俺に女を喜ばせるようなトークができると思うか。うん、だよてめえら、自分から言っておいて。大丈夫っすよ。いくら兄貴が無愛想で気の利いた言葉の一つも言えない野暮な僕年人でも、顔が良ければなんとかなりますって。お前そんなこと思ってたのか。すいませんっす。意外と難しい言葉を知っているマサさん。でも確かにアキラさんがおしゃべりでお客さんを楽しませているところは想像できません。それではトークの練習をしましょう。トークの練習？はい、私ずっと前にトーク術の本を読んだことがあるんです。それと合わせて少女漫画や恋愛小説のイケメンキャラクターの言葉を参考にすれば、女の子を喜ばせるトークができるのではないでしょうか。なるほどな。たまにはやるじゃねえか地味女。てめえ。ありがとうございます。それではただいまより女の子を楽しませるトーク講座を始めます。おお。まずトークの基本は共感です。時には悩み相談をされることもあるかもしれません。そんな時は優しく励ましてあげましょう。はい、それではマサさんから。あ、よっしゃ。大変だったんだね。でももう大丈夫。俺がずっとそばにいるよ。だって俺は君だけのヒーローだから。マサさん素敵です。え、そうか。はい、共感をしてから親身になる完璧な流れです。最後のセリフもマサさんのキャラクターにぴったりですね。それほどでも。それでは次はアキラさんです。悩んでいる女の子に優しい言葉をかけてあげてください。どうぞ。ワクワク。くそ。悩みがあるならてめえの気合で乗り越えろ。カット。全くダメです。そんな言い方では女の子がびっくりしてしまいますよ。じゃあどう言ったらいいんだよ。言い方は優しく、それとアキラさんらしい言葉でお話しするのがいいかと思います。そもそも女に優しい言葉をかけるのが俺らしくねえんだよ。ったく。さあアキラさん、どうぞ。悩みがあるなら俺に話してみろ。
力になってやる。これでどうだ？少しぶっきらぼうなところが気になりますが、これもアキラさんらしさということで、よしとしましょう。はあ、さて、それでは次のレッスンです。まだやるのか？当然です。まだまだこの程度ではクラブ猫岡の皆さんのお力にはなれませんよ。しゃあ、イケメン度パワーアップだぜ。さっさとやって終わるぞ。次はなんだ？お次はズバリ女の子を喜ばせる甘い言葉です。お店にやってきた女の子をスイーツのように甘い言葉でとろけさせちゃってください。それではマサさんから。はい。そんなに可愛くされたら俺悪者になって君のことさらっちゃうよ。素晴らしいです、マサさん。先ほどのヒーロー発言から一転、悪い男になるギャップがたまりません。えひん。ちょっと強引なところもまた女の子の心をくすぐります。そうなのか。さあ、次はアキラさんですよ。女の子を喜ばせる甘い言葉、言ってみましょう。ワク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 。甘い言葉なんて全然浮かばねえ。でも静香がこんなにも期待している。お前かわいいな。酒よりも俺に酔えよ。今夜は返さないぜ、子猫ちゃん。んなこと言えるか。無理だ、俺に甘い言葉なんて言えねえ。え？アキラさん、それじゃあ私が今から考えたセリフを言ってください。即興で考えるなんてやるじゃねえか、ジミオンナ。ありがとうございます。本だけは読んできたので、こういうのは得意なんです。ま、待て。それはお前が考えた甘いセリフをそっくりそのまま俺が言うということか？はい、もうできましたので紙に書きますね。早っ。アキラさんはこれを読むだけでいいですから、どうぞ。嫌すぎる。だが静香がせっかく考えてくれたセリフ、やるしかねえ。俺はお前だけのものだ。信用できねえならその唇塞いでやるよ。って、何なんだよこのセリフ。最高です、最高ですよ、アキラさん。やっぱり兄貴は世界一のイケメンっす。惚れ直したっす。俺はこんなセリフ絶対に言わねえからな。そんな。なんでお前ががっかりしてんだよ。それに、ん？お前はいいのか？俺がその仕事とはいえ他の女にこんなこと言うの。はい。だって私はアキラさんを信じていますから。そうだな、わかった。俺も男だ。身内が困ってるのを放っておくわけにはいかねえ。できるだけのことをやってくるぜ、アキラさん。はい。とは言ったものの、本当は少し心配です。いけません、アキラさんを信じると言ったばかりなのに。それにこれはお仕事なんですから、アキラさんは大丈夫。きっとナンバーワンになって帰ってきます。クラブ猫岡、せっかくイベントだって言うから来てあげたのに退屈なんだけど。もっと私たちのこと楽しませてよね。お客さん、ラッキーですよ。今日から入ったとびきりの新人をご紹介します。新人？しょうもない男だったら承知しない。新人のマサです。どうぞよろしくっす。いやー、かわいい。
新人のアキラだ。よろしく頼む。超イケメン！ちょっと誰よあのイケメン、こっちにも呼んでちょうだい。私も指名するわ。こっちが先よ、シャンパン入れるわ。ずるい。じゃあこっちはタワーよ。落ち着いて、順番に回りますから。ありがとう、すぐに行くからちょっと待っててね。あの二人ずっといてくんないかな。そして翌朝。たったいます。お帰りなさいませ。ホストのお仕事はいかがでしたか？それが兄貴のおかげで最悪だったっす。え？どういうことですか？兄貴ってば、せっかく指名率ナンバーワンだったのに。ねえねえ、何かお話ししてよ。そうよ、甘い言葉の一つや二つ聞かせてよね。俺はお前だけのものだ。やっぱりキャラじゃねえ！というわけで、その後はずーっといつもの不愛想な兄貴だったっす。それではお仕事は失敗してしまったのではないですか？それが女の子たち不器用なところが可愛いとか言って、兄貴何にもしないで売り上げナンバーワンなんすもん。ずるいっすよ。アキラさんらしいです。でも黙っているだけでナンバーワンだなんてさすがですね。まあでも俺もナンバーツーだったけどな。俺の必殺トークで女の子たちはメロメロに。静か、ん？甘い言葉なんてやっぱり俺には無理だった。すみません、私アキラさんに苦手なことをさせて。そうじゃねえ。え？お前以外の女には無理だったってことだ。俺の言葉はお前の胸にだけ届けばそれでいい。アキラさん。ん？そんなこんなでアキラさんとの平穏な日常はやっぱり時々刺激的なのでした。俺だけの子猫ちゃん。ずるいです。アキラさん甘い言葉言えるんじゃないですか？何のことだ。もう自覚なし。皆さんお待たせしました。小説版意地悪な母と姉に売られた私、なぜか若頭に溺愛されてます。2巻が本日4月14日に発売しました。2巻は2人が夫婦になってからの物語。漫画動画2話から4話の内容をもとに小説版独自の物語が展開します。ぜひ2巻も楽しんでもらえると嬉しいです。またコミカライズ版も大好評連載中です。漫画動画でイラストを描いてくれている鈴丸さんがコミカライズも担当。こちらも合わせてよろしくお願いします。さらに小説版3巻も刊行決定。夏頃の発売予定で鋭意制作中です。最新情報は特設サイトで随時公開予定なので、ぜひ概要欄の URL からチェックしてくださいね。これからもヤクザコンシリーズの応援をよろしくお願いします。漫画エンジェル猫岡チャンネル登録よろしくお願いします。